初期1000系。日本石油輸送所有のタンク車で、所有者名と車掌が、車体に表記されている。補機9500系。小野田セメント所有の発発車私有貨車とは、鉄道事業者以外の一般企業等が固有の財産として所有し、車席のみを各鉄道事業者が編入、管理している貨車のことを指す。もともとは国鉄、つまり国が保有する貨車に対して、 民間企業の財産であることからこう呼ばれるようになった。ただし、民間企業でも鉄道事業者が所有する場合、通常、これの範疇には入らない。同様に、現在の日本貨物鉄道が所有する貨車もこの範疇の外になる。逆に、国や地方公共団体の機関であっても、鉄道省、運輸省の管轄、また、地方自治体の公共交通を専門とする機関。 部局以外がこれを所有する場合は、私有貨車と位置づけられた。なお、積み荷を下ろした状態の空車を改装する際は、公主車両輸送扱いとなる。積み荷を発送することがない駅において、発送貨物があるのはこのためである。原則として、特定の荷主が特定の積み荷を特定の区間で運送するために所有するもので、積み荷の特性に合わせた形状。 機能を持つものがほとんどである。そのため、車種としては専用のタンク車、ホッパ車、大物車といったものが大半を占める。ただし、経済活動の多様化によって様々な輸送形態が存在するため、汎用の有害車、無害車、コンテナ車は原則として、私有化車の製作は認められていないが、例外的に製作される場合もある。両数としては、 石油類を輸送するためのタンク車が最も多い。車両は当然企業ごとに異なっており、車石を編入する際に形式ごとに整理されるが、大物車のように一形式が一両のみとなるものや、多機1900系のようにタンク車では一形式が1000両以上になってしまうものもある。タンク車私有化車の大部分はタンク車である。積み荷は石油類や高圧ガス。 セメントなどの粉粒からだなど様々である。発破車セメントなどの粉粒からだや鉱石などを輸送する。1952年、小河内ダム建設用に製作された多機2200型が私有貨社発の発破車である。当初は暫定的にタンク車に分類されたが、1953年に発破車が制定され、古機1型に改版されている。 石炭車大正昭和初期に在籍した足尾銅山の泥鉱輸送用のセ一系、セ六百系の二形式のみ。当時は、ホッパ車という車種がなかったため、石炭車に分類されていた。大物車変圧器や発電機などを輸送する。中には、新幹線車両の公主輸送時の機械車として使われるものもある。かつては、鉄道車両の車体や先鉄を輸送するものなども、 存在した。車運車1960年代に自動車メーカー各社が新車輸送用の車運車を所有していたが、久保線型が標準化すると新車輸送用は一旦途絶えた。その後、国鉄末期から JR 移行後にピギーバック輸送用の貨車が製作されたが、2002年までに全廃されている。長物車減損するものは、 レール輸送用の JR 貨物地機5500型のみ、国鉄継承の地機5500型に準じて製作されているが、台車、車体などは国機100系に類似しており、全くの別物である。かつては、携帯上のコンテナ車である生、石灰石コンテナ専用の地機8万型と、MDI 石コンテナ専用の JR 貨物地機1000型が存在したが、 コンテナ車の扱いになると運賃が割高になり、国鉄 JR 貨物がコンテナ車の私有を認めなかったため、車席編入の条件として特定コンテナを専用とする長物車に分類されている。コンテナ車前日の通り、私有下車のコンテナ車は原則として認められていないが、埼玉新都心の建設残土コンテナ輸送に使用された国旗104型5000番台が転用を見込んで、 例外的に製作されたのみ。輸送終了後は JR 貨物に譲渡され他社と混用されている。無害者減損するものは亜鉛製工用の JR 貨物時2万5千型のみ。従来使用されていた国鉄継承の時2万5千系の置き換え用として製作され、国鉄継承の時2万5千型に準じて製作されているが、台車、車体などは全くの別物である。 かつては、大型板ガラス用の時8万型や、私鉄買収車として、軽便専用に、ケット900型が存在した。有害者汎用貨車であるため、私有貨車の製作は認められていないが、例外的に、航空機用の爆弾及び魚雷へ送用には機700型が製作されたのみ。日本海軍が所有していたが、敗戦後は海軍がなくなったため、 その財産を継承した大倉省の所有となり、1958年に国鉄に譲渡された。鉄製有害者袋詰めセメント用の敵1型と敵200型のみ。車席編入の条件として、国鉄貨車との競合を避けるため、運用区間を限定することとしていた。お湯14系。郵政省所有の郵便車間に30系。 日本銀行所有の現金輸送用荷物車車種も、貨車に限らず、私有客車、私有電車、私有機動車も存在する。例えば、1986年まで存在した郵便車は原則として、郵政省の所有であり、日本銀行所有の現金輸送用荷物車も2004年まで運用されていた。さらに、山形新幹線400系や、 二百261系も第3セクターの私有者である。また、機関車についても、専用線の分岐駅等で、鉄道事業者線に乗り入れる場合や、所有者である民間企業等の貨物を専用に輸送させる場合、等に民間企業等が所有する機関車をその、鉄道事業者へ車席返入するケースがあり、これも、私有貨車等と同じ趣旨の私有機関車である。 私有機関車には、このほか、メーカーが独自に製造した機関車を使用するため、国鉄 JR の車席が与えられたものがある。大型高速のディーゼル機関車の技術開発の、例明期によく見られたが、1993年の ED500 軽電気機関車を最後に、途絶している。国鉄 JR の車両形式の一覧化車も参照現在、JR 貨物に在籍する車両。 編集カテゴリー、日本貨物鉄道の私有貨車を参照過去に JR 貨物に在籍した車両、編集カテゴリー、かつて日本貨物鉄道に在籍した私有貨車を参照日本国有鉄道に在籍した車両、編集カテゴリー、日本国有鉄道の私有貨車を参照秩父鉄道、編集東部鉄道、編集西部鉄道、編集大井川鉄道、編集、 ありがとうございます。